これ2000番編んであげた時に石井隆に頼んで松坂大輔からグラブもらってもらえないかって2000本編んだ記念にって言ったら普通におめでとうございますって書いてくれるって思ったらもうメッセージ書いてくれてるんですよ。ああ清原和博さん様へ2000本編んだおめでとうございます。僕にとって清原さんはいつまでもまた言うなこれもう